ブクラフトの小説である、銀の鍵の門を越えて、に登場する存在。作中では主人公のランドルフ・カーターが出会った際、次のように描写されている。それこそ果てのない存在と自己の、一にして全、全にして一、の状態に他ならなかった。単に一つの時空連続体に属するものではなく、存在の全的な無限の領域。制限を持たず空想も数学も共に凌駕する最果ての絶対領域、その究極的な正規を統一する本質に結びつくものだった。おそらく地球のある種の秘密教団が呼ぶ外押すと囁いていたものがそれだろう。これは他の名前を数多く持つ神聖であり、ユゴス星の降格種族が、彼方なるもの、として崇拝し、渦状銀河の薄めいた頭脳が表現しようのない印でもって知っている神聖である。しかしカーターは瞬時のうちに、こうした考えがいかに千漠悲壮なものであるかを悟った。ラブクラフト全集、6、134ページより。以下は森瀬亮の、図解、クトゥルフ神話、による、ヨグソトースは時空の制限を一切受けない最強の神聖にして、外なる神、の副王とされる。時間と空間の法則を超越しており、すべての時と共に存在し、あらゆる空間に接しているという、一つにしてすべてのもの、すべてにして一つのもの、とも言う。過去、現在、未来はヨグソトースの中で一つであり、全存在、外なる神、や旧支配者すらも、がヨグソトースに含まれている。ヨグソトースこそが全情報を最大漏らさず記録している、アカシャ年代記、とも言われる。この神は一つの概念であると同時に、手で触れられない、ヨグソトースという現象。でもある。外見。無定形の怪物とされる。時空間の底の底。混沌のただ中で永遠に泡立ち続けており触覚があるが、その装いは一つ一つが太陽のように強烈な光を放つ玉虫色の球体の集積物であるという。ヨグソトースの化身はウムルアト、タウィルといい、ベールをまとう人間の姿をしており。銀の鍵の持ち主を究極の門へ案内する。この化身は、案内者、究極の門の守護者、生命長き者、最古なる者、とも呼ばれる。銀の鍵が開く、究極の門、を越えた場所に座すというヨグソトースは実体を備えた神聖であり、かつてウェイトリー家の女性との間に子を成したことすらあったという。ジョン・リーや初代ランドルフ・カーターといったエリザベス朝の魔術師たちは、ヨグソトースを手に入れることで神の座に到達できるとすら考えていたとされる。関連する呪文。ネクロノミコン、資料秘宝、では、外なる神、が住まう外宇宙への門こそヨグソトースであるが、門の鍵にして守護者であり、宇宙の秘密そのものともされている。この門を開くための呪文は、ネクロノミコン、に記されているが、17世紀刊行のラテン語版以外の版では肝心の部分が抜け落ちてしまっているという、ユゴス寄りのもの、はヨグソトースを、彼方のもの、と呼んで崇拝しており、プロビデンスの黒魔術師ジョゼフ、カーウィンはヨグソトース召喚の呪文を編み出し、これを唱えてかの者の顔を見たとされる。ヨグソトースへ至る順序。以下はヨグソトースへ至る順序の要約。ヨグソトースを目指す者はウムルアト、タウィルに案内を受けつつ、第一の門、から、究極の門、へ向かうとされている。1、第一の門、にて、究極の門、へ行く意思確認が行われる。2、異形の者が六角形の台座で低い音を発し、輝く球体により体を揺らしリズムをとっている。3、眠りに落ちる異形の者の夢により、究極の門、が物質的に顕在化する。4、計り知れない深みに投げ入れられ、究極の門、へ至る障害である、バラの香りのする海に漂う。5、海の先に、究極の門、の巨大な石組みのアーチが見える。6、儀式に従って、銀の鍵、を動かし、呪文を詠唱して前方へと漂い続ける。7、究極の門、を抜ける。その他、オーガストダーレスの体系づけた、クトゥルフ神話、においては旧支配者の人柱とされ、すべての時間と空間に偏在するものとされ、知識、
を象徴する存在とされた。アザトースは自らの意志の代行者を必要とし、そのために、ヌヌーの霧、と、闇、そしてニャルラトテップを生み出し、うち、ヌヌーの霧、からヨグソトースが生まれた。当然、その力はクトゥルフたち、旧支配者の火ではなく、旧支配者たちは巨大な力を持っていても所詮は地球スケールの存在であるが、外なる神は宇宙スケールの存在になる。ヨグソトースは時空連続体の外側、すべてに隣接するがどこにも行けない場所に追いやられている。また、外世界にいる者どもは、銀の鍵を使ってヨグソトースを通過せねばならないとされている。権限の際、その姿は絶えず形や大きさを変える虹色の輝く球の集積として現れ、互いに接近したり離れたりしている。この球体に触れると火ぶくれ、組織の乾燥、骨の露出を起こす。ネクロノミコンにも詳細な記述は少ない神聖であるが、超古代の魔導書、エーボンの書にはヨグソトースについてある程度詳細な記述があるようである。しばしば時空そのものであるとも解釈される。旧支配者と息子たちの関係。リン・カーターによればクトゥルー、ハスター、ユルトゥームは息子だとされる。シュブニグラスの夫ともされ、シュブニグラスとの間にナグとイェブの双子を設けたともされている。特定の眷属は持たないようだが、ダンウィッチの会に登場するウェイトリー家の双子の場合のように、しばしば人間との混血児を作っている。神聖。ネクロノミコンには、過去、現在、未来のすべてはヨグソトースの中で一つである、と書かれている。千匹のお腹見し森の黒ヤギ、シュブニグラス、を妻とし、その婚姻により多くの子孫が生まれ、その一部が太古の地球に飛来した。それがクトゥルフとその眷属たちをはじめとする旧支配者である。これらのことは、ラブクラフトが作家仲間に送った手紙の中などに書かれている。ラブクラフトの作品の中では、クトゥルフを超越した存在としてヨグソトートは描かれていた。参考文献、ラブクラフト著、ダンウィッチの会。別名。門にして鍵、禅にして一、一にして禅なるもの、外なる神、混沌の媒介、原初の言葉の外敵現れ、虚空の門、漆黒の闇に永遠に幽閉されるものの外敵な知性、など、